回は流体、お水の流れる様子を作ってみたいと思います。まずはお水の入れる箱を作ります。上を切りましたが、切らなくても大丈夫です。次はお水が出てくるところを作ります。流入口は箱の中に入れておいてください。入れ物の設定はこちらだよ。流入口の設定はこんな感じ。データをフェイクします。できた。これだけでも綺麗だな。メッシュをベイクします。うわー、きれい。触りたい。最後にもう一度見てみましょう。ご視聴お付き合いしてくれて、本当にありがとう。